皆さんこんばんは、 MK です。 MK の海でマイクラ、今回は新アイテムのカエルライトをゲットしたいと思います。そう、つい先日マインクラフトがバージョン 1.19 にアップデートされました。今回はワイルドアップデートということで、様々なモブやアイテム、そしてバイオームや構造物が追加になっております。その中でも MK さんは全然前回と前々回と前回でなんとか新モブのカエルを3色すべて揃えることができたんですよね。ということで今回はこの可愛いカエルのお家を作ろうと思っていたんですが、実はこのカエルたち可愛いだけではないみたいなんですよね。ある特別な条件を満たすと新アイテムカエルライトというものを落とすみたいなんですよ。しかもそのカエルライト1色だけじゃなくて、この茶色、緑、白、体の色によって分かれるので全部で3色もあると。ということで今回はその条件を満たしてカエルライトを3色ゲットするまで終われませんということでやっていきたいと思います。結構大変な条件なので時間がかかると思いますが、なんとか頑張っていきますので、ぜひチャンネル登録と高評価をして応援の方よろしくお願いします。ということで早速やっていきましょう。どんな条件かと言いますと、そう、一番小さなマグマキューブをカエルに食べさせる必要があるんですよ。やばくない？マグマキューブってまあ皆さんも分かってると思いますけど、ネザーにしかいないモブなんですよ。しかもね、結構強いんですよね。そしてマグマキューブが湧くバイオームっていうのは、そう、ゲンブガンデルタ、一番ネザーでやばいところなんですよ。そこにカエルを連れていくのはちょっと現実的じゃないということで、今回ね、いろいろ作戦考えたんですけども、安全にということで、前にネザートロックを作った上の岩盤下あるじゃないですか、あそこをゲンブガンデルタまで掘っていって安全な通路をまず作りますと。でそこを通してカエルを連れていって、ゲンブガンデルタの上に出たら、そこにある程度広いエリアを作ってマグマキューブを沸かせると、そこでカエルに食べさせればいいんじゃないか、そう MK さんは思っております。例えば今 MK さんがいるこのバイオーム、実はですね、シンクの森なんですよ。ほら、赤いこうエフェクトが出てるの分かります？で、ゲンブガンデルタをこの、高さ120、岩盤の真下で探していこうということで、MK さん実は実況外で探しておきました。ここまっすぐ350ぐらいまで掘れば、あの前 MK さんが言ったピグリン要塞か、ピグリン要塞の奥のところに繋がるんですよね。でそこがちょうどゲンブガンデルタだったんですよ。ということで、まずはここカエル通すこと前提で、まっすぐゲンブガンデルタのあの白いエフェクトが出るまで掘っていきましょうただね、350か、まあ、300ちょいぐらいまで掘らないといけないから、まあ、結構大変ではあるんですよね。ということでレッツゴー、ここは早送り。はい、そろそろ350ぐらいなんですけど、お、あ、来た、ほら白いエフェクト出てますよね。ここ間違いなくゲンブガンデルタでございます。ということはですよ、ここでマグマキューブを沸かせるスペースを掘らないといけません。なのでどうしようかな。じゃあ350、ここを起点にしてちょっと広めの部屋を作りましょう。でここの部屋にマグマキューブを沸かせると、で一番でかいマグマキューブがね、確か上3マスないと沸かないので、うわー、3マスで掘っていかないといけないね。結構めんどくさいな。どれぐらいエリアあったらいいと思う？うわ、どうだろう、これ奥に50ぐらいあったら、いやそんないらないよね。20×20 とか 30×30 ぐらいあればマグマキューブ十分に湧いてくれると思うので、じゃあ380、いや、やりすぎか、370のところまで行きましょう。ここ、ここまでちょっと掘りたいと思います。左右はどうしようかな、5マスぐらい、1,2,3,4,5 で、こっち1,2,3,4,5、わー、ちょっと掘りすぎてるねちょっともったいないので、ここは埋めまして、よーし、じゃあこの範囲ガンガン掘っていきましょうか。ここも早送り。はい、オッケー、なんとかスペースは確保することができました。びっくりしたいきなりネザーの音鳴ったね。でこんだけスペースがあればマグマキューブ湧いてくれるはずですので、あとはここにカエルを連れてきたいと思います。大丈夫だよね、湧くよね、
枠か確認してから連れてくる。いやでもそんなことしてる暇あったら連れてきた方が待った方連れてきてから待った方がいいよね。ということで、なんか今日日本語下手くそじゃない、大丈夫？今日 MK さんちょっとなんか喋りがあまり上手くないような気がするんですけども、そこのところはまあ今日はもうご了承ください。ということでカエル連れてきましょうか。結構長いな。まあ350まで掘ったからね。でここさ、トロッコ最終的につなぐ？いやでもトロッコつないじゃうとさ、カエル、あ、逆にめんどくさいか。首紐で連れてきた方が楽ですよね。だってトロッコでカエル運ぶってなったらトロッコ3台いるわけじゃないですか。でも別に首紐だったら直接引っ張ってくればタイミング合わせたりとかそういうことも考えなくていいんで、首紐で行きましょう。あーでもあそこにカエルをずっといさせるってなったらもうちょっとカエル産んどいた方が良かったかな。まあいいや、いいです。とりあえず、今回の目的は、カエルライトをゲットすることですので、それ以降のことはゲットしてから考えましょう。はい、ということでネザーゲートまで戻ってきました。でこのトロッコややこしいので一旦取っちゃって、よし、じゃあカエルさっきのエリアまで連れていきましょう。いやなんかネザーとは思えない安全さだね。いやあのさ、ネザーの地形でさ、カエルをゲンブガンデルタまで連れてくってのはさすがにちょっと無理だから、もうこういう手段で行くしかないよね。で茶色白緑と、よし、オッケー、行くよ。待って、みんなどっか変なとこ行かないで。オッケーオッケー、待って、ジャンプしないでよ。ジャンプして外に出られたらめちゃくちゃ困っちゃうんですけども、ちょ急いで急いで、緑緑こっち、やばい、あーちょっとカエルってさ、そう、この柵とかも気にせずジャンプするのほんとやめてほしいんだけど、そういう意味でもやっぱりこれ安全な道作ったといたのは正解だと思う。だってネザー連れてってさ、これ溶岩のところに飛んでったらどうする？やばくない？マグマに向かってカエルピョーンって飛んでって、もうそれ MK さんどうしようもないからね。首紐繋いでたって無理だから。そしたらこれで OK。 はい、なんとか3匹ネザーに送ることができました。ということで、よし、行くぞ。こっからはあと直線進むだけですんで、1、2の3匹、はい、行くよ。ここちょっと一マスのとこ来れる？みんな、あれちょっと詰まってる？白優先で、オッケーオッケー、茶色子、よーし、オッケー。あとはまっすぐ進むだけかな。あ、やべ、そこ、あ、ちょっと待って、そこのあのあのレッドストーン松明のところちょっと大変だな。ちょっと、あー、これもうなんだ、この一マスでダメなんか。ねえ、こっち来て、これこっちに掘ってさ、若干振るしかないな。で、オッケー。で、ここ埋める。もう連れてくのも一苦労なんだが、いやでもこのレッドストーン松明エリアさえ抜ければなんとかなる。ちょっと、もう毎回それやる気か、あの緑ガエル。ねえ、緑だけだよ、言うこと聞かないの。団体行動意識して。よし、来てる。で、ポンポン。はい、オッケー、いいよ。この調子。ちょっと緑ガエル頼むよ。団体行動意識して。あ、緑もう何なの。やばい、待って、マグマキューブいった今。違う、ちょ、やばい、ちょっと待って、やばい、大変なことになった。一旦カエル来んな、カエル来んな。よし、オッケー、よし。で MK さん、もうなんてこった。一旦、あ、やばいよ。ちょっと待ってね。一旦ここ閉じる。うわ、緑落ちてきちゃった。これ階段作るしかない。階段作って、緑上がってこい。そうだ。ちょっと待って。ほいほい。緑、ちょ、マジかよ。なんでこんなことになってんだ。一旦ちょっと二人こっち来てくれ。で、ちょ、ここにいて。で、緑だけ今連れてくるから、MK さん。よし、いいな。あいつらはいいな。ちょ、デスポーンしないでよ。で、緑、うわ、やべ。ちょ待って、やばい、今 MK さん、ちょっと装備を何もつけてない、やばい、こんなところでやられる、あぶねここでやられるわけにいかねえからな。で、緑、こっち来い、よし、ここ、もう一ジャンプ、ナイス、緑、
これでみんな仲良し。もう本当に勘弁してくれ。ここ埋めてある。よし、オッケー。もう今やらかしたと思ったじゃん。ゾウグリンじゃねえ、なんだっけ、ホグリンよ。ホグリンもほんとタイミング悪いな。でこれでもうはい、ここでね時間かけてる場合じゃないのよ今回。白やば。でこれ横行った時にちゃんと地面があるか確認しないと。よし、オッケー。あとはもうそろそろだよね。もうそろそろ直線分、あ、これラスト1個、ここなん、ラスト1個で突っかかる。今度は白か。そこ一マスあるだけでなるんだもんな。でこうして、よし、あ、やべ、まだ1個あるじゃん。ちょっとここを無視しようぜみんな。もうもうカエルさんねえ、あ、やべ、やべ、ちょ、カエルさんねえ、もうちょいか、もうちょいこっち行かないとダメねえ、こっち行って来てる。よしで最後もうこれ事前に手打っとこ、壊してポンで、はい、こっちにみんな引き寄せる。でそれ終わらせてからここをポンと。よし、オッケー。あとはもうみんなまっすぐ行くだけ。素晴らしい。で、問題は、マグマキューブが湧いてるかどうかなんですよ。ここで、マグマキューブが湧かないんだったら、ちょっと作戦変えないといけない。まあ、だとしても、玄武岩デルタの上まで、カエル連れてきたってだけででかいと思うんで、まあ、いや、でも湧くと思うよ。さすがに。あそこだって玄武岩デルタなんだもん、範囲としては。どうだ?これさ、この辺からゆっくり近づいた方がいいと思う。これ、急に行っても多分湧かないから、これぐらいの距離で湧き待機しないといけないのよ。あれ?湧かないかな?ちょっと、これぐらいの距離で合ってる。湧いてる!来た!一応ゆっくり近づきます。もうちょっと湧いてくれたら嬉しいんで。で、今さ、でかいやついなかったか?今、でかいやつとちっちゃいやつに見えたんだが、MK さんには。ちょっと待てよ。これ、MK さんがやられたら大変やばいんで。しっかりこれを着ておいて、よし、行こうか。あれ?いたよね、今。オッケー。まあ、とりあえず一体。こいつ、行け!待って、こいつ、行け!食べろ!こいつ食べろ!こいつちっちゃくすっか。おい、これで、どう?ねえ、あれ食べないよ。なんで?ちょ、みんな、食べて。大好物なんじゃないの?あれ?食べた!あと1匹、あと1匹食べろ、あと1匹食べろ、あと1匹それ食べて。なんで食べないのこいつを。ほら、食べて。MK さん、体を張って、よーし、オッケー。これで3色揃った。おお、来てる。パールセントのカエルライト、これが白のやつか。で、黄土色のカエルライト、これが黄色、茶色のやつだね。で、新緑色かなのカエルライト、これが緑のカエルと。きたカエルライト3つ揃えることができました。ちょっと置いてみよっか。ほい、おお、あ、明るさマックスだこれ。ほら、いや、やば、おお、あ、結構綺麗じゃない?シーランタンも綺麗だけど、これも綺麗だと思う。で、これさ、シチュエーションによって色変えれるから、うわ、しかもさ、これマグマキューブさえいれば無限に手に入るわけでしょ?これ、やる価値あるな。これ、トラップ作るか。これさ、マグマキューブのトラップ作ってカエル放置させとけば、これ無限にゲットできるってことだよね。あ、でも、サイズを、固定化すんのがむずいかい。あー、ちょっとその辺はいろいろ考えないといけませんが、なんとか今回こちらカエルライト3色ゲットすることができました。おー、ちょうどみんな乗ったね。いや、結構いいね。で、明るさマックスなんで、これ今後、MK さん海のマイクラなんでね、海系の建築に使っていきたいと思います。はい、ということで、なんとか今回新しいカエルライトをゲットできましたが、いかがでしたでしょうか。ゲットするの難しいよという方は、ぜひ MK さんのこの方法を参考にしてみてください。ということで、今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。